はい、リモートで撮ってます。ここちょっとね、まあ、今年は5月にもちょっと日本ダービーをねちょっと紹介させてもらったんですけども、それがもうかなり大好評ということで、もうすごくこの我も我も JRA さん3回目ということなんですけども、あんだけ毎回はっきり言うのに、それでもなんかそういうお声が聞いていただくって、これに関してはっきり言うなもんね、バッチハルだけでめちゃくちゃはっきり言うやん、はっきり言って何を嘘つかへんから、これに関して何をはっきり言うてんの、これの時特に俺はっきり言うから喋ってるってことダイアンの You and Chip ハモれてた完璧ハモれ、まあ京都競馬場が、うん、今年4月22日になんと902日ぶりにグランドオープンしたということで、10月15日日曜日秋華賞、はいはい、10月22日日曜日菊花賞が京都競馬場で行われるのは3年ぶりだと、そうなんやいうことで、改修を経て子ども向け遊具やグルメも盛りだくさん で、 いいです、ね、家族で楽しめる競馬場になっていますと、あ素敵ないうことで、ユニバーですよこれ、ユニバーのいや違うよ、えどう見てマジで、なんかそういう施設かなと思って、遊園地のいいですね、めちゃくちゃいい、あこれはええわ、さらにね、馬女スポットという、はいはい、女性が快適に競馬を楽しむためのスポットもパワーアップしている、そんなんのということで、ワンドリンク無料でもらえるなどのサービスがあると、すごい、ここでしか楽しめない可愛い馬モチーフのスイーツもございます、馬モチーフのスイーツ、あ可愛い、めちゃくちゃ可愛い、可愛い馬モチーフ、何あれ、下に棒ついててね、食べてやつはあれ、あれは、スイーツ、どんな味やろ、すごい、でもほんまになんかすごいアイスクリームみたいな感じなのかな、あれのスイーツが楽しめるっていうことで、後でそれ LINE で送っといてくれる画像めちゃくちゃいいやん、馬モチーフね欲しい、そしてね今回やる企画が、ちょっとこれ、あちょっと久々に出てきたけど、これはあれ女性ばっかりや、そうそうそう、どういうこと、秋華賞が牝馬のレースなので、うん、秋華賞が10月15日に開催されます、牝馬の G1 レース、はいはい、今年はリバティアイランドという馬が秋華賞を勝てば牝馬三冠を達成すると、三冠かかっているので非常に注目度が高いと、なるほどいうことなんです、なんでだから仮想仮想秋華賞これを見て、うん、あこういう感じにレースが荒れそうやなあなるほどそういう感じになるかっていうのをちょっと、勉強してもらえたら、なるほど、うん、まあでも若手とかもいいんじゃない、まあまあ若手ベテラン織り交ぜて入り乱れての、あやっぱり、和田ちゃん、やっぱり和田ちゃんは強いんちゃう、まあ、やっぱハンドボール選手、もともとな実業団だったから、あすごいやっぱジャイコも大型、大型ですね、だいぶでかいよそんじゃないいやでもやっぱりそのいろんな休養や馬がいた方がいいかな、なるほど、うん、ちょっと綺麗どころと、あ名前はね小寺、小寺麻衣さん、ちょっとやんちゃな、あなるほどね、暴れちょっと暴れる系のでやっぱり、この若いだけでやっぱちょっと締まらへんと思うのでまあそれも若かんないけど、わらちゃんもここまで若手ばっかりわらちゃんも結構40近いと思うやるとベテランのお姉さんも、あやっぱりリンゴ姉さん許可大丈夫、リンゴ姉さんも怒られへん、ヒヤヒヤしてんねんけどやっぱりこうレースが締まると思うので、まあまあ確かにな、リンゴレースが来ると、うん、でもやっぱりそのやっぱ桃子さんも黙ってへん、確かにな、女帝やで、なんで相方出てんの、私出てへんのよそんなタイプやったっけ、これでいいし、6頭やっぱ友近とか、あベテランやな、ちょうど間ぐらい、はいはいはい、7ここで7でしょ、
これで8。これで緑一勝で8。ベテランやですよ。これで飛び抜けてめちゃくちゃここ勝つやんみたいな。なんか全優勝候補みたいな。そうか、あのに見えてます。これね、しかもリバティアイランドが勝ったとしたら、うん、京都競馬場の三冠馬メモリアルロードというところに銅像が展示されている。リバティアイランドね、はこのメンバーで言うとどれになるわけ。リバティアイランドがだから今もう2冠してるから。2冠やな。友近か。まあまあ実力で言うと、まあ友近とか小的なもんで言うたら、うん、なるか。リンゴ姉さんとか。ああまあな、うん、確かに実績、うん、なるほどっていうことでしょうね。なるほど。じゃあちょっと、うん、実際ね、はいはい、走らしてみようかな、どうしようかな。ちょっと一回一回走らしてみようかな。これだから、まあ、こういくでしょ、はいはい、うなぎさん。もう逃げや逃げ。あでもまあベテランの方はちょっとこう様子見ながら、あちょっと抑えて、ちょっともうそんな最初ええんかって。だいぶ差ついてるところに勝ち目ないけど大丈夫か。で友近とかもやっぱり、あ、うん、でやっぱ和田ちゃんは多分まだスタートしてないと思う。余裕があるから。もう動いてへんねん。あの 実業団でやっぱりすごいやん。すごいやん。緑一緒は多分下がってるやん。よその方向いてはるから、こっちの方が気づいてへん。あれなんか綺麗になってるやないの。まだ多分スタートに、あの施設が新しいなって気づいてへん。なるほど。でもその間にも小手玉まれちゃう。でも行ってるやん。もうでジャイコはやっぱちょっとこのやっぱ大きいから、あちょっとね、うん、ちょっと馬体重が、そうそう、うん、本当もちか、うん、お前ねこれでおおってね。でも桃子さん、大きな大きな桃子さんも行ってるよ。開けてきた。でリンゴ姉さん、おう上がってきた上がってきた上がってきて、ここでちょっと、うん、ジャイコがもう疲れてるから、こんなんで、うん、やっぱりちょっと大きい、やっぱ体重が序盤も序盤やで。でリンゴ姉さん優しいから、大丈夫かジャイコ、あ喋ってくれてない、もう喋ってもう大変やな、あんたそのちょっと痩せや、あちょっと注意してくれてんや。もうここで多分言ってる女芸人、うん。で緑師匠はまだなんかまだ新しいまだ新しい施設が出てきて、何やな、あんなんか馬も乗れるやないか。で誰か言わんとそれ。その間にも小手玉まりしてる。旧社の人がすごい、あすごいよ、もう追いつくで。うなぎさんも、あっうなぎさん、うなぎさん全然仕掛けへんよね。友近も、あ友近さすがや、ええ場所怖いと思うね、うん、後ろにこの二人いたら、まあないつ来るやろ。ええとこつけてるよ。そうそう、もうええとこつけてる友近で。桃子さんもやっぱり、うん、結構追い上げてきて、いやでもあ外からいった、大外からいった。おおまくてんな。リンゴさんはまだ怒ってんの。でジャイコがちょっともうなんかブツブツ言いながら、うん、切れてるやん、怒って。失礼やんなこいつ。でリンゴさんがずっとジャイコに、まあなんかジャイコがなんか足痛めてるから、うだあんたちょっと痩せなあかんで。しつこいな。そうでもジャイコはリンゴ姉さんこんな言ってくれてるのずっと無視してる。ちょっと切れてるやん、うん、痩せてる。ちょっとだけこうちょっと逃げや。そうそう、ちょっとだけリンゴさんから逃げ始めてる。でもリンゴ姉さんやっぱ優しいから、ジャイコあんたその痩せ や, いや ちょっとしつこいと思うで俺。でもリンゴ姉さんって俺さすがのジャイコにも同情するよ。健康とかすごい気使ってあるから説教し、そうで和田ちゃんがとうとう動き出した。足をグリグリ動かし出しました。そあとストレッチを残り 4ハロンとか入れた。実業団の力なめんなよ。いやハンドボール1600ぐらい差ついて大丈夫。これはすごい。そう言ってるよね、小手玉まりちゃん。あ、まりちゃん来た。でもうなぎさん、もうそろそろ仕掛けんと。そうそうそう、もうやばいよ。もう残りストレートだけやで、これもう。逃げろよ。ずっとリンゴ姉さんめっちゃ怒ってる。ジャイコあんたもう痩せな。ほんまにな、しつこいな。こちょっと走っただけでも足はしてたやん。大丈夫なの。自分のレースしたらええの。でもジャイコはつっと、ジャイコもちょっと謝れよ。すいませんでした言うてええの。態度に出すからジャイコ。なんで出すの。でずっと緑師匠もずっとなんで出てんの。で緑師匠が気づきました。あレース始まってると、これなんやの。あやっとこれ今なしてねえ。なんで出てんの。なんで出れてんの。これなしてねえの。いよいよ和田ちゃんはクラウチングスタートポーズを取ってます。まあ、いやもう後ろ見えてるはずやで。いよいよ行くよ。えこてるまち OK。
くたびでもう残り直線やん。あ、いやいや、どうなる、どうなる、あ、来た来た来た、あー、横並んだ、あ、一斉だ、小手が出た、あ、ちょっと邪魔やねどこあった、どこあった、焦ってどこあった、あー、残り直線、どうなんで、どうなんで、あ、もう、もう、あ、ゴールした勝っちゃう、あ、2着、さん、あ、3着、友近もなんかぬるっと3着逃げ切ったやん、逃げ切った、お、大逃げやね、和田ちゃんの悪い癖出たね、じゃあ今回の余裕かましすぎ、これ見てもらって、あ、競馬って、あ、競馬ってこんな楽しいんや、どこがやねん、どこが競馬やねん、これ馬でやるの、中入って思ってるよそんなとこないと中入れるとこ登録者数が100万人いきますよね、よっしゃー。